カエル足、立ってやるとめちゃくちゃ効きます。どうも、キンパパです。今回なんですけども、なんかやりたいことありますか？ズバリ、内もも。内ももっていうことですね。今回内ももの行っていきます。内ももに隙間を作る方法ということで、隙間欲しい。隙間欲しいし、なんかやってないとグニュグニュになるのが早い気がする。あー、なるほどね。たるんじゃうところっていうところで、今回はですね、内ももめちゃくちゃ簡単な運動とめっちゃきつい運動をミックスしてやっていきたいなと思いますが、ほとんど簡単な運動なので、皆さん最後だけしっかりですね、力を蓄えていただきたいと思います。カエル足を立った状態でやるとめちゃめちゃ内ももに効きますんで、ちょっと一緒に体験してみていただきたいなと思いますんで、準備はよろしいですか？はい、はい、それでは行きましょう。用意スタート。それでは内もものエクササイズをやっていきます。1種目50秒で、全部で 1,2,3,4,5,6,7 種目やっていきますんで、一緒にやっていきましょう。おー、で、では上向きに寝ていきます。上向きに寝ていただいたら、片方のつま先を内向きにします。内向き、内向きにした状態のまま内側に向かって足を上げていきます。そうすると足の付け根に力が入ってきますんで、これを一緒にやっていきましょう。よーい、スタート。ぐーっと内側ですね、内側にぎゅーっと力が入っていきます。あんまり上げすぎちゃうと足の前側に力が入ってくるので、どう、いい、ぎゅーっと内ももに、足の付け根側ですね。どうですか、力入ります？入ります。できるだけ足を閉じるような方向に動かしてください。で、お尻はできるだけ均等に行きましょう。お尻浮きすぎちゃうとちょっとやりすぎかなと、まあ、多少浮くぐらいだったらいいんですけど、お尻均等にしたまま、股関節から足を内側にぎゅーっと閉じて、足の付け根をしっかり使っていきましょう。腸腰筋らへんでも大丈夫です。足の付け根ですか？この場合ちょっと足上げすぎの可能性があるので、もうちょっとだけ横に足を閉じるようにしていきましょう。 OK です。じゃあ反対側に行きます。反対側のつま先も内に閉じながらぎゅっと、で、足の付け根で同じように効かしていきましょう。これも50秒やっていきます。ぎゅっとお尻をですね、左のお尻、今やって左足やってるんです、左のお尻つけた状態を意識しながら足を内側に閉じていきます。足の付け根を内向きにすることによってですね、足の内ももの時に足の付け根側の筋肉を使うことができます。特にここら辺の筋肉が弱くなってますんで、しっかり使ってあげるようにしてください。ぎゅーっとですね、足の付け根に力が感じていれば OK です。足の前側がきつい方はちょっと足が上げすぎになるので、しっかりですね、足を閉じる方向に使っていきましょう。どうしました？大丈夫です。はい、ぎゅーっと繰り返します。はい、OK です。そしたら今使った方の膝を立てます。そしてつま先外に開いて、少しだけかかとを浮かせましょう。この状態で足を内に閉じていきます。まあ、多少かかとをくっつけていただいてもいいんですけど、スレスレになるようにしながら、つま先を外に回しながらいきます。今度はですね、内ももでも少し膝の寄りの方の筋肉を使うような感じで動かしていきましょう。どうですか？効いてます。これもお尻できるだけつけたようなイメージ。多少浮いてもいいんですけど、片方のお尻、今右足動かしてるんですけど、右足のお尻浮かしながらやった方が感覚は出やすいと思いますが、ちょっと浮かせっぱなしきついなっていう方は、くっつけたままやってみてください。疲れてきたら、床すりながらでも大丈夫です。内ももですね。内もも少し微妙に働く筋肉がですね、ちょっと働き方によって変わってくるので、内股にするのか、ガニ股にするかですね、ちょっと使う筋肉が変わっていきます。はい、 OK です。では今度ですね、やった方を膝立てていただいて、伸ばしているつま先は外向きです。大丈夫ですか？さあ、そのまま内向きに閉じていきましょう。ぎゅーっと全然聞こえないどうですか、聞こえます？もうちょっとだけつま先外向きで、もっとガニ股を意識して、そう、そんな感じ で閉じる時につま先がこうついて内に向いてしまうので、かかとからそのまま足を閉じていくような意識をしてみてください。かかとチョンみたいな、そうかかとからチョンみたいなね、感じますか？地味ですね。派手ではないんですけど、本当地味に内ももを使っていきます。
まあ、寝てる時にですね、ちょっとだけ子供を寝かしつけながら布団の中でもぞもぞ動かしていただけるといいかなと思います。コン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 、よし。さあ、何回も繰り返していくとさすがにギューッときますが、はい、OK です。そしたらその膝立ちになっていきます。さあ、右足を横に開いて手を横に伸ばしながらぎゅーっと足の付け根を伸ばしていきます。ぎゅーっとですね。でこの時お尻後ろ引けちゃうんですけど、お尻前に突き出すようにしていただくと足の付け根の上の方に力が入っていきます。膝のところが痛くなる方は膝内側に入っちゃってるので、少しつま先上げるようなイメージをしてもらうと、そこら辺の痛みが取れていくので、少し太ももを外に回すような意識をしてみてください。どうですか、だいぶ取れました。でもうちょっとだけ足の付け根前に押し出すように。あ、そうそうそうですね。で足の付け根、ありがとうありがとう。足の付け根のところを伸ばしていきたいですね。ここが特に硬くなってしまうことによって皆さん内股で固定されちゃってるので、しっかりほぐしましょう。はい、OK です。では反対側に行きます。じゃあ同じようについた足をちょっと外回しする感じですね。倒しながら足の付け根を少し前に押し出すようにすると、足の付け根の内もものところにしっかり力が入ってきます。余裕がある方は手を伸ばして、で手疲れるって方は肘こんな感じでもいいんですけど、まあ、目的は内ももをしっかり使ってあげるっていうところなので、無理せずですね、自分のペースで伸ばして戻して伸ばしてと、さっきまでは縮める動きをしたんですけど、今度は伸ばしていくような感じです。伸びてる感じあります？あります。もうちょっとだけきついです。もうちょっと足の付け根出したい。もうちょっともっともっと、おへそじゃなくてですね、足の付け根をそうそうそのまま倒すとどうでしょう。ちゃんと伸びてる証拠でございます。はい、さあ胸もね張っていい姿勢ですね。皆さんトレーニング見られてると思って綺麗にいきましょう。はい、OK です。それではつま先開いた状態でしゃがんでいきます。そのまま膝を開きながら立ち上がって、閉じるときに内ももギューッとしてあげてください。ちょっとカエル足をした状態から立ち上がっていきます。最後内ももギューッと閉じていただくと、こんにちは、閉じていただくと内ももにギューッと力を感じることができます。まあ、なんとなくね、合掌した方がバランス取りやすいかなと思ってやってるんですけど、何ですか、内もも効きます？効きます。これかかとってずっとつけた、かかとはもうねつけたままだし、ずっと立つ時も上げっぱなしです。立つ時も上げっぱなし、上げたままでお願いします。かかと上げたままでお願いします。皆さん僕の足元見えないかもしれない、かかと常に上げっぱなしで、それとお家もギューッと力ありますんで、あ、めっちゃきついね、はい、まあ、きつかったら下げてもらっても大丈夫です。はーい、OK でーす。お疲れ様でした。という感じで、まあ、簡単な運動とですね、ちょっとカエル足を立って行うことによって内ももの力がギューッと活性化されていきますんで、まあ、なんかね立ってる時とか不意にカエル足して立ち上がり運動ぜひやってみてください。ということで今回の内容は以上となります。ぜひ参考になったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。なんかありますか今日？いや、きつかったですね。あ、でも分かりやすかった。分かりやすかったですか、よかったです。皆さんもなんか質問とかやってほしいことあったらぜひコメント残してください。それではありがとうございました。見えてない、もうちょっと、もっともっと